細かすぎて伝わらないゴールキーパーのファインプレー。ガンバ大阪東口選手編。2022シーズン J1 リーグ第31節ガンバ大阪対柏レイソル戦、前半22分のこのプレー、強烈なミドルシュートを防いだ後、さらに至近距離からのシュートをセーブする圧巻のプレーでした。このプレーセービングに目が行きがちですが、実はそれ以外の場所がすごいんです。もうゴールキーパーの教科書に載せたいくらい。それがこのシーン。よく見ると上側の足と下側の足をクロスさせて、下側の足をそこから抜くようにして動いています。実はゴールキーパーはただ起き上がっているわけではなくて、技術として起き上がる時の足のつき方というのがあるんです。こうすることによって上の足で地面にしっかり力を伝えることができ、しかも下側の足から地面について立つよりも早く動けるので、今回のような時間がないシチュエーションでも素早く準備ができます。下側の足から地面につくと地面との角度が深すぎてうまく地面を踏めないんですよね。これらの動作のスムーズさと、立たないでコースを塞ぐという判断の的確さはさすが東口選手。ゴールキーパーは手が注目されがちだけど、手が使える場所までどうやって体を運ぶかも大事。